に一匹欲しくなるゴキブリをゾンビ化させる生物、エメラルドゴキブリバチ。こちら半妙という昆虫にそっくりなキラキラした蜂です。体長は約2センチで100円玉ぐらいの大きさよ。この子の最大の特徴はゴキブリをゾンビ化できるところ。エメラルドゴキブリバチは神経性の毒を持ってて、ゴキブリ見つけると、やあ、足に一匹毒を注入。さあ、どんどん動きが鈍くなってきてるゴキブリ、何をするのか。おっと、そこにもう一発、いやあ、目の前に敵がいるのになぜか体を舐め始めた。なぜここで綺麗にしているのだ。次は何をされるのか。うわあ、触覚食べられてる。触覚を食べられているよ。初めて見たぞ、ゴキブリのショートカット。触覚を食べられたらさらに体のコントロールができなくなる。おっと、どこに行くんだ。え、エメラルドゴキブリバチの巣の中に入っていく。お邪魔しまーす。ということで、この謎の毒を注入されると体の動きがどんどん取れなくなって、ゴキブリはエメラルドゴキブリバチにコントロールされていくので、その後巣の中で何されたやろ。これはあまりにショッキングすぎる事実が待ってるので、コメント欄に書いておくの。